桃太郎店長。あ、ノリノリのひょっとこさんじゃないですか。はい、今日は桃太郎ジーンズを紹介してくれるということで、はい、お願いします。はい、ひょっとこさん大好きの桃太郎ジーンズです。はい、こちらで、コーナーとしてやらせていただいてます。ででででん、今うちに置いてあるのが、はい、出陣のタイプと、はい、ドーターのタイプになるんですよね。はい、はい、ひょっとこさんはこれは、私ね、どっちも好きなんですけど、うん、出陣の方がやっぱパッと見でわかるので、うん、可愛いかなって気はしてます。わかりました。じゃあ出陣からいきましょう。はい。出陣します。出陣してください。はい。ジャケットが、はい、こちら今着させていただいてるのが、はい、ファーストタイプ、うんうん、と言われていて、ポケットが片っぽだけになってます。はい、で、後ろはこういった感じのディティールでして、はい。はい、新チッパック、ありがとうございます。はい、で、もう一方がセカンドタイプ、はい、こちらですね。ポケットがちょっと下目に2つですね。おっしゃる通りです。はい、で後ろはこういった感じでの新チッパック、そうですね、はい、シンプルめになっているのが特徴です。はい、で、ひょっとこさんが言ってくれてたように、出陣のズボンが今このように何種類か出てるんですね。はい、でセットアップ今流行ってるじゃないですか。うんうん、なのでこういう組み合わせすごくいいですよね。かわいいと思います。上はジャケットを着て、はい、下もジーンズを履く、合わせて。そう、これはもう男の人だけじゃなくて、最近女の子もすごく人気の高いコーディネートなので、うちは特にそうですよね。そう、桃太郎はね、本当女の子着てもめっちゃかわいいんで、おすすめですね。そうですね。はい、出陣さんは、まあ、お使いいただくと色落ちと合わせてこちらもね、こう、うん、うまい具合にこう経年変化で。そうです。はい。で、もう一つの方が、はい、同端タイプでして、はい、何が違うんですか。ちょっとこうなんでしょうね、よりこうシンプルにしたいなっていう方にはすごくおすすめですね。うんうん。まあ、細かいところだとここ書いてあるような、まあ、違いもあるんですけれども、はい、まあ、一番分かりやすいところはやっぱりこのポケットのデザインですかね。はい、はい、こういうステッチで表現されてるんです、ね。はい、これ桃のあれなんですよね。そうです。丸み。そうです。おー、中もかわいい。で、まあ、生地感も少し違うですかね。はい、ちょっとこう最初のタイプっていうか、まあ、出陣は青みが強いのに対して、うん、こちらはもう少しこう濃色な感じ、うんうん、映ってますかね。ちょっと画面だと分かりづらいかもですけど、うんうんうん、ぜひ肉眼で見ていただきたい。はい、まあ、いずれにせよちょっと印象としては硬派な感じで、うん、はい、履けるかなと思います。で、形違いも出てますので、はい、はい、であとうちはですね、やっぱりジーンズ育てたい方が多いので、はい、こういう経年変化したらどうなるのっていうサンプルを、うん、やらせていただいてます。いいですね、分かりやすくて。はい、なので、売り場の方で楽しく皆様とお話しできることを期待いたしておりますので、はい、ぜひご来店の方よろしくお願いいたします。お待ちしております。